イチローって今いくつだっけ？30歳ですね。結婚は？ロスサントスでですか？そうよ、イチローに聞いてるの。あ、イチローはしてないです。あ、ふんふんふん、まあ、そっか。そうですね。30なんですけどね、ちょっと20年の時は暴れまくりすぎて。暴れてたんだ。そうなんですよね。ふんふん。そう。なんかでもふわっと聞いた話によると、この町でもちょっと暴れてたの？ちょっと延長戦しちゃいましたね。私からあなたの印象は本当にこういいお客さんなんだよね、昔から。だからその、まあ、こう白黒っていうのはあんまり僕も そこまで好きじゃないんですけど、白市民の方々には多分結構フレンドリーなんで、うんうん、ギャングの人に対して結構ツンケンしてたんでね、僕は。あ、一時期それあったね。すごい音するんだけど、何の音これ？何ですか？すごい音。え、なんだと。あ、車閉まったのか。うん、大丈夫。あ、耳がいいの、私。なるほど。そうなんですよね。うんうん。だからそれもやりすぎたかなってね。なんでそこ座るのよ。近くおいで。はいはい。でもね、そのあれなんですよね、こうやってる時期。近いね、近いのよ。近すぎてびっくりしちゃった。神父さん、そこのカウンターいい感じですよ。めちゃめちゃ近くてびっくり。めちゃめちゃいい感じ。はいはい、どうぞ。好きだわ。ぴったりじゃん。ぴったり。死ぬ。ねえ、話がもう入ってこなくなっちゃう。もう、何の話でしたっけ？そう、まあ、いや、もういい。あ、ごめん、危ない。どうしたの？ちょっとみんな、ふわふわしてますよ。ごめん、ごめん、ごめん、ちょっと真剣。今日、みんないないから、みんながふわふわしてる。たまにはいい。たまにはね。いいじゃないの。なんでこっち寄りなの？2日前ぐらいも、ボスもふわふわしてましたからね。あ、そうなの？ええ。最近、ボスとゆっくり話す機会ないから、わからないや。てか、モスのみんなと話す機会が基本ない、最近は。うん、まあまあそれが正しいと思うからいいんだけどね。なるほど。で、最近あれなの？そう、ギャングとかに対して結構やりすぎちゃってたなって思うんだ。そうなんですよね。うんうん。いや、もともとその今その研修っていう立場でこう言うのも変かもしれないんですけど、うんうん、そう、こうギャングになるっていうことをこう目標ではなかったというか、なんて言ったらいいんだろうな、こうこうあれじゃなかったというか、もうギャングにやるみたいなこう跳ね返りでアングレしてたんで、はいはい、そう、組織作って対抗勢力にしてやるぐらいの感じでやろうと思ってたんで、うんうん、結構そうね、その勢いはあったよね。そうなんですよね。ただまあね、もうそのやっぱりボスと出会ってっすよね、ギャングすげえなってなったのが。そう、バンさんってこと？そうですね。なんかこう感銘を受けるというか、うん、あったんだ。いや、それこそさっきの話ですけど、男が男に惚れるって感じなんですよね、僕からすると。なんかこんな跳ね返りのやつでもなんか使ってくれよというか、うまくなんかこう、まあ、それ利用するって言ったらちょっと言葉悪いですけどね。まあでも元々はそういう考えの方だからね、あの人は。でもなんか違ったんですよね。ほうほう。この人だけで、しかも僕のこのロスサントスに来たよいしょよいしょに現れるんですよ、いつも。ほう。でもタイミング合わないんですよ、いつも。それはあなたがタイミング悪いのかもしれないね。そうですね、いつも電話に出ないって言われて。ああ、そういう感じね。そう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 なんですよね。
そう、でもなんかそのよいしょよいしょのタイミングで現れてた人だったんですよね。まあ何か引き合うものがあったりなかったり。うん、どうジェフ、まあ、ああごめんまだあった、うん、どうぞ。そう過去にこうやってきたことに対してちょっと今後悔してるとこがあるんですよね。まあ気づいて後悔して次につなげれるならいいんじゃない。そうですね、うんうん、取り返しがつくことだったらね。そうですよね。なんかでも難しいのがやっぱ信頼とかってね関係してきたら難しいよね、うん、そうなんですよ、ね、そこなんですよ、うんうん、あとはまあそのねついていきたいって思ってる人にも迷惑になっちゃうのかって考えるとね。そうなんだ、そこがねもう今結構やっぱり僕がこう門を叩いて叩くことは多分まああれなんですけど、その仕入れていただいた後、うんうん、皆さんにご迷惑をかけるのは、うんうん、ちょっと違うと思ってるんで、うんうん、あいつがいることでみたいな、僕がいることでこう迷惑かけちゃうとダメだなと思うこともあって、うんうん、なんかねモズの方々に話すのもあれなんですけど、うん、そうなんですよね。原点回帰するのも一つのあれなのかなと思いながらね、うんうん、まあ迷惑になっちゃうとしてもそれを取り返すぐらいやりますっていう気概があるとなんかかっこいいなお前ってなりそうな人たちなイメージはあるよモズの人って。僕はあの昨日ちょっと占い行ってきたんですよこの町で。ほうほうほう、猫ちゃんの？ツバメちゃん。猫ちゃんだよ。あ、そうか、猫ちゃん。うん、猫だよ。そうそうそう、でしょ。猫ちゃん、そう、猫ちゃん、うん、あれ猫だから。そうだね、そうそうだね、でも顔犬なんですよ、うん、確かに。なんでってなってるんですよいつもね。うんうん、どうだったの？めちゃくちゃ当たってました。ほら、そうあれ当たるんだよね。あれすごいんですよね。僕よいしょよいしょで警察を落ちた時も、うんうん、そう犯罪の道に行くって決めたのもその占いきっかけで行ってるんですよ。あ、そうなんだ。そうで、ちょっと原点会議でちょこちょこ、まあ、ボスもにも許可いただいてうん、うん、ちょっと時間開けてやってみろみたいな感じだったんで、一応期限が明日までなんですけど。あら、そうなんですよね、うんうん、ジェフはどう？私ですか、うん、一郎どう思う？本人前にしてあれだけど、私からしたらもうよく働いてるなっていうイメージしかないですけど、うんうん、そうだよね。自分はその過去に何があったかを知らないんで、うんうん、同じく、なんともその今の闇、まあ一郎しか知らないんで、うんうん、私目線はそうですね、過去に何があったかわかんないんですが、この町で、まあ、今をそうやって生きていけるんだったら、うんうん、私はそれでいいと思いますけどね。なんかそのそういう過去に過ちを犯して、うん、でそれさえ、おはようございます。誰かです？おはようございます。ジェフ、おはよう。おはようございます。ヤミ、まあ、一度犯した罪を償う機会さえ与えられないような町だったら、町や人だったりしたら、私は悲しいというか残念だなと思いますよ。そうね、誰しも間違いはするし。そうですよ、うんうん、なるほど。そこで今ねえ、実際に口だけじゃなくて行動で示してる闇は偉いと思いますし、うんうん、いやー、まあありがとうございます、そう言っていただけると、うん、あとは何ですかね、それをどう評価する側の人間というか。そうね、結局はそっちの問題もあるからね、うん、そうですね、そうなんですよね。だからその、それでも過去のことを引きずり出して言ってくるんだったら、まあそれはそこまでの人だったってことじゃないですか。あーでも難しいのが、個人としてはっていう意見と組織としてはっていう意見があったりするっていうのも難しいよね。まあ組織も人の集まりですからね。うんうんうん、
個人の集まりなんで、うんうん、まあその個人個人の考えっていうのもありますけど、うんうん、結局は組織も個人の意見の集まりなんでね、うんうん、それは俺からしたらですよ、まあそういうそういう考えの人が多かったってことなのかなってだけですね、うんうん、まあ私の現状の意見はそんな感じですね、うんうん、まあ私個人の本当に個人的な意見なんで、うん、でもあったかいねジェフって。あ、そうですか。うん、あったかいなって思った。あったかいっすね。うん、まあ、だから私が多分一番ギャンに向いてないって言えば向いてないんだと思います。どうなんだろう、いろんなギャンがいていいと思うけどね。ギャングってこう戦闘するだけがギャングじゃないですもんね、うんうん、このこう戦ったりとかだけじゃないんで、この街は特にそうですけど、うん、ジェフにしかできないこと、イチローにしかできないこと、きっとあり、それこそ今はね、二人がこう素材だったり、お花だったり、すごい集めてくれてるからね。いや、まあまあまあ、それは、うん、でもこの間ヘリ3台に追われたんですよね、花。おろおろ後藤レム、ナダオ、カニ。うわー、すごい贅沢ね。後藤レムヘリは墜落していきました。あら、珍しい珍しい。アタックされそうになって急ブレーキかけたら突っ込んでどっかボワーンって。珍しい。でもその後あのカニ力士にエリキルされました、うんうん、あいつヘリ3台ですよ、ほんと恐ろしいな、うんうん、はい、花1万集めて献上するかそうですね、今3200保ってますお、すごいじゃん。あの2000番台のとこに。いいね。まあでもね、花を、まあでもボスもそこはこう見てくれてるんで、うん、だからこそなんかこういろいろこう過去のことを聞いたりとかして、こうなんか悩んでる、まあ、悩ましてるみたいなとこあるっすよね今ね、うんうん、申し訳ないなと思って。まあ、うん、これから言えるとしたら、過去は何をやったって変えられないから、うんうん、でも今から自分がやること行動っていうのはお前自身で変えられるだろう、いくらでも。そうですね、うん、だったら自分ができることをすればいいんだよ、うん、あ、そうだそうだな。神父に見えてきた。いや、神父ですよ。神父だね。さあ迷える子羊と私の前で懺悔するがいい。